よーがちこんにちは、タイポンです。それでは FIFA18 の実況を始めていきます。今回はこのアルティメットチームの実況やっていきたいと思うんですけども、私はアルティメットチーム今一番 FIFA18 の中でハマっているモードなんですけども、まあ、この FIFA18 で初めてこのアルティメットチームっていうのをね、がっつりこんなにがっつり始めたんだけども、まあ、無課金でねやるよって言いましたよね。私無課金でやっていきますわみたいなこと言ってえばってたんですけども、ちょっと欲に完璧に負けてしまいました。課金しました1万円課金しました。本当にもうどうしようもないんだよこれは。もう課金したくなっちゃったんだよ。で、まあこれはここまでは今無課金でやってきて、今こんな感じです。 FC タイポンズ、はい、プレミアスカットでプレミアリーグのメンツで集めて、まあ、こんな感じでいい感じに、ね、これはもうここまで無課金で来れますだから、これぐらいだったら全然無課金でいけるし、まだまだ上目指せるというかいい選手は獲得できると思うんだけど、コインもいっぱいあるから。ただねやっぱ欲に負けてしまいましたんで、今後見てください。こちらちょっと一回戻りますね。はい、 FIFA ポイント1万2000ポイントあります。はい、こんな感じでもうやばいでしょ。コインは今1万2000まで貯めて頑張っていろいろやってるんですけども、まあ、今回はこの1万2000ポイントを使いまして、はい、もうパックをめちゃくちゃ引いていこうかなっていう。もうこれ本当にもうこんなのもお金使えないんだから、もうこんなに使ったらもうあれなんだから、やばいんだから、マジで節約しないといけないけども、これはもう仕方ない。 FIFA に俺愛を注いでるんでね、引いてきます。ただこれが一番いいやつでね、プレミアムゴールドパック。しかもなんか外国人のさ FIFA のさ実況者の人とかさ 見たらさ、すごいアイコンのやつとか当たってんの、レジェンドたちがいっぱいいっぱいいっぱいと。だから本当にやばいから、もう俺も当てちゃいます。ここでいきましょう。もう当てちゃいます。パックは違いますよ。このこれで150ポイントなんでね、1回行きましょう。もう俺やばいやばいやばい、もうちょっとテンションぶち上げマックス丸なんだけど、やばいよ。これなんかキラーンってなったらいいんだって。ここでキラーンってなってないか。これ来た来た、なったなったなった。え、ウェールズ、これ待って、持ってる、ウェールズじゃないマフレーズ持ってるんですけど、買ったんですけどポイントで。しかも別にそんな高くなかったんだよな、確かそんなに高くない買った気がする。まあでもこれ幸先いいんじゃないか。あ、でもここら辺の選手とか別にいらないから、もう売っちゃえばいいのか。なんか別にいらないからとか言って、エルハマディとか言ってあれだから、ちょっと一応全部あれしとこうか。まあ後で、あ、全部売らない全部売らない全部売るかよかった。全部とりあえずマイクラブ送って、あ、そっか、これとかもダメだから、あ、これでじゃあ相手も出品するで、出品するだけど、ちょっと待って、あ、相場見たい、相場見たいぞ、相場を見たいぞ。あ、移籍リストってか送れるんだ。あ、これ何、これもういらないよ、クイック売却で。はい、さよなら。ここでやばいの来てくれ。なんか青い光みたいなの出ると、そのなんかもうやばいやつが当たるみたいな感じらしいの。このキュインキュインのこの今ヒュインヒュインって出たやつが、待って、めっちゃいいんじゃないか。これはブラジルライトバック、パリサンジェルマン、ダニエル・オベス。ただパリか、パリか、どれぐらい時間かかるんだろうかこれ。すげえ時間かかりそうだな。まあいっか、ちょスキップしないで一応見たいからさ、このキラーンってやつ見たいから。あ、これはこれも来た、なんこんなバックじゃん、すげえ。ライトウィング、ナポリ。あ、これ分かった。カジホンね。よっと、でも足速い。セリエアはな、そんなになんだよね。レジェンド出たらもう俺がレジェンドになるからね、これ。実況者のレジェンドになるから。当たるのかって、まずそもそも。あ、これがダメだったパターンのやつか。じゃあ今まで俺運良かったんだよ。来た、何これ。アイテム引き換え。こういうの初めて見た。あ、500コインもらえるんだ。すげえ。めっちゃこういうのもあるんだね。めっちゃいいじゃん。はい。行きましょう。どんどん。いや、マジ当たって。これ、今度この動画、紙動画にしたいから。もう10万再生させたいから、この動画。ダメだ。そんなに続かないな、やっぱ。スコットランド、セルティック。あ、フォワード。知らねえ。本当にサッカーのね、ゲームとかに、俺今までいくらお金課金してきたか、いろんなことに、のゲームに対して。これダメなやつか。あー、なんか、キラーンってなんだよね。エバートンのライトミッドフィールダー。あー、ボラシエか。まあでもいいかも。いけ！キラーンってなって。はー。せちがれー。ガラタサライ。このガチャ、いっぱい再生されてほしいな、本当に。ただね、これ長すぎてあれだな、分けてんだろうな。あ、来た！バルセロナとかなんか、それの。フランス？ゴールキーパー？サンテティーヌ誰だ？あー！
なんだっけこいつ、ルフィじゃなくて、ね、なんだっけこいつ顔は知ってんだよ、生意気な顔してんなこいつ本当に。いやもうアルティメットチームマジ面白いんだよなこれ、マジで普通に面白い。ってか1万円でやっぱこんだけ引けるんだね、めちゃくちゃ。よし、来たクロチャ、モドリッチ、あーフォワードか、ユベントス、マンジュキッチ、いやめっちゃいいじゃんマンジュキッチ、本当に頼むぞ本当に。なんかもうフリットとかさ、ソ連のマラドーナとかも使ってるの見てさ、みんないいなって思ってんだから。俺ペレとかロナウジーニョ欲しいよ。レフトウィング、ラベッシ出ないか、中国か。あー誰、じゃあまあプレミアの選手か、まあその他あの売る、出品してね高くコインで買い取ってもらえるやつがいいかなって思いますね。はい、誰、全然、あーナスタシッチね。もう1万切りそうだよ、もうちょっとで1万ポイント切ってしまいそう。うん、ダメだ、ここででもレジェンド当たったらマジヤバいよね。シュールレ、やっぱりな、シュールか。え、ダメなやつだ、くそー。ポーランド、ゴールキーパー、イベントス、シチュシュにどんどん回していこう。これ動画時間長くなると思うけど、まあ多分分割してるだろうな、これ動画時間長いから。来ないな、扉開くやつ、明日への扉開くやつ。こんなおっさんいたっけ。フォワードだったらルカクもらったか欲しい、プレミアの選手の中だった。あ、まああとイブラか、イブラも欲しいな。使いて、うわやーべえ、めっちゃテンション上がってきた、それ変えたらやべえな。来たよ、あ、頼む、ドイツ、え、ノーラ、誰、黒いやつ来たのちょっとびっくりするな。これどれぐらいの確率なんだろう、確率で言うと。いろんな選手がいますけど、ライトミッドフィールダー、あ、このチーム強いとこじゃん、トルコの。外人の人とかめっちゃ課金してんだろうな、もう100万とか課金してそう。来ました、あ、来てないよ扉が開かれたと思った。あ、シミオネ、これシミオネのあれじゃん、アトリコのシミオネの監督いるじゃないですか。シミオネの監督ってなんだよシミオネ監督の息子ですね。え、また来たかも、なんかもう一瞬来たかもって思っちゃった。それでさ、なんか試合が見れるんだよね、外国人のレフトウィングバック。あ、マルコス・アロンソ、うわ好き、あー頼むぞー、これダメ、来た、カメルーン、リバプール、ちょっと待って、1分、うわプレミアスカットやってるから、これは嬉しいマジで。よしよし、引くぞ、もうどんどん引くぞ。楽しいのこれ、引いてんの見てんの楽しいか。俺まだねこのね、あの演出の違いが分かってないんだよね。あー冴えたいい選手だけども、頼むぞー、アイコン選手どんどん出ないの知ってるけど、これ出てくれたら、だけどここでクリスティアーノ・ロナウド当てる、あ、ウルグアイ、パリ・サンジェルマン、カバーニ、来たカバーニかっこいい、嬉しい、普通にめっちゃ花火散ってんじゃん、やば、お金の力ってすげー、怖いよ本当に。当たらねえんだな、フランスCDM、 チェルシー、バカ横、これはめちゃくちゃいいマジで。お、今なんか今の演出分かったな、スペイン、ゴールキーパー、うー、レイナセリア、イラン、その扉が開くやつで、もうさっきの花火みたいなもう一回見たいよ、花火をもう一回見たい。お、ラビオ、まあラビオは普通にいいんじゃないかな。やっぱりレジェンド、ここでレジェンド来ちゃう、これレジェンドじゃないけど、ん、ライプツィーやな、ーナビケイタね、マネ欲しいよ、マネとサラーが欲しい、うわー、バイデンフェラー、じゃあなんか今バグって、なんかアルティメットチーム落ちたわ謎に。まあこれはね、もしかしたら当たる予兆なのかもしれないからね。来た、誰、ドイツ、 CM、 イベントスの選手当たりすぎ、イベントスの選手当たりすぎ。ここで今扉が開く時が来た気がします。扉が開かない、うお、久保だ、これはでもちょっと若干嬉しいから残しとこう。いやちょっとアルティメットチーム面白いんですけど、マジで最近2日間ぐらいちょっとがっつりやる時間がなくてあんまできてなかったんだけど、
来た久しぶり、扉ドカン、ブラジル CDM 誰だ、モナコ、あーファビアン、ファビー、ファビーノだ、ファビアンじゃない、こいつファビーノだ、絶対あーつけちゃいそうな名前のやつ。やべえことが発覚した。このガチャの中毒性がやべえ。来た、頼むぞ。あ、ハルジン ST 誰だ、いいだ、イカルディだ、イカルディ、あーイカルディか、イカルディだ今。ちなみに今俺イカルディのユニフォーム着てます。こういう風にポイントってなくなっていくんだな。お金も一緒でマジですぐなくなるからな。気づいたらあれみたいな、こんな使ってましたっけ。来た、ポルトガル、クリスタノ、クリスタノ、あー CM の時点で違う、ジュアンマリオだ。もうあと残り少ないよ、弾ける回数が。もうやだ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 、来ないよ。時間帯とかあんのかな、これよくあんじゃん、ソーシャルゲームでさ、この時間帯に引くと当たりますみたいなさ。お、ロングじゃん。残り少ないからね、本当にもう俺もう疲れてきたよ、この何40分間今やってるけど、ガチャ回してるだけでもなんかこれ疲れるよ。この気を張ってなきゃいけないから、この来たらどうしようみたいなやべえやつが。ちょっとここらで一発来てくれていいんじゃないかな。ここらで一発来ない、ちょっと見ようか久しぶりに。はい、アンデルセン、もうさすがに来るでしょこれ、見たいよ俺ドーン来るところ。来ないけども、オランダ、お、アケじゃん、アケ、あ、まあアケか、まあ、最後の最後に引くっていうのがね、この俺の動画の見どころ。来た、あれ、ポルトガル、クリスタノ、クリスタノ、ゴールキーパーか、ゴールキーパーか、パトリシオか、久々に開いた扉がパートリシオか、ショックだな。開かれし扉はないか。ドイツ CDM、 レバクゼン、ベンダーだと思った、 100% ベンダーだと思った今。もうベンダーか、あと2回しか引けないじゃん。ラスト2回です、これがその2回目、これでマジで当たってくれないとマジで本当にマジでマジでになっちゃうんで。あー、ブラジル ST、 くそー、いらねえよ。それではラスト1回です、いきましょう、引きましょう、本当に頼みますよ、頼みますよ、頼む、ぐわー、こんなもんか。じゃあ1、はい、ってことなんで、まあ、今回はちょっと初めて課金してプレミアムゴールドパックを、何回なんだろうね、70回ぐらいのかな、60回ぐらい、ちょっと単純計算もわからんから何とも言えないけど、俺バカなんで、まあ、一応カバーニ、当たり選手はカバーニか、一番の当たり選手はカバーニだったかな。はい、まあ定期的にね、そんなに高額じゃなくて、まあ、課金はもしかしたらしちゃうかもしれないですね、この感じは。はい、ってことなんで、また多分この動画、こういう動画出すと思うんで、ぜひその時は見てください。それではこの動画が良かったと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次回の実況でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パルドー。